はい、まあ、新しい年になって一発目のゲームで、本当に琉球さんは、まあ、会場の雰囲気もそうでしたし、まあ、選手 その準備だったり、アグレッシブさだったりとかっていうのが本当に素晴らしいなと思いましたし、まあ、その反対でうちはもう全然準備の段階からもう全くできてなくて、まあ、プロとして本当に失格な感じのスタートから入ったんで、まあ、負けるべくして負けたゲームだったかなと思います。まあ、明日本当に、せっかくこういう雰囲気で試合させてもらってるんで、もうちょっと琉球さんに並べるような準備をしっかりしてやっていきたいなと思います。はい、質疑応答に移ります。質問のある方挙手をお願いいたします。 NHK の小田と申します。今日はオフェンス面で特に苦しんだところというのがいいなと。まあ、ディフェンスの激しさが琉球さんはずっとあるんで、まあ、そのもらう前の段階だったり、まあ、前半本当ターンオーバーがそのプレッシャーに負けてターンオーバーして、そのターンオーバー全部点数になってると思うんで、まあ、やっぱそういうところから自分たちのリズム崩したっていうのもありますし、まあ、途中からやっぱり追いかける展開になるとやっぱ一人一人になってしまう部分もあって、それがまあちょっと逆効果になった部分もあったなと思います。第2クオーターから比島選手を出して少し流れを変えまして、そこに関しては今日評価いかがですか？そうですね、まあ、ちょっと体調悪くて全然練習してなかった割にはまあ、ちょっと出しすぎたんですけど、まあ、比島もなんていうのかな、まあ、体調管理のところが本当は準備始まってると思うんで、まあ、やっぱそういうことがあるとうちがやりたいようなバスケットができないっていうのが、まあ、今日のゲームだったっていう感じですね。はい、ありがとうございます。はい、その他ございますでしょうか？これで連勝が途切れたわけなんですけども、この途切れたっていうことの意味合いみたいなのがあるんですか？明日につなげる。まあ、連勝を正直本当に全然意識してなくて、まあ、1試合1試合だったんですけど、その連勝途切れた負けで残念というより、もう選手の準備のなさが本当に残念すぎて、まあ、本当に優勝したいチーム、まあ、優勝したいって、まあ、今年歌ってますけど、まあ、そういうチームの準備の仕方じゃないので、ここはもうこれで負けたんで、もう一回学んで、明日ゲーム入るまでのここからの過ごし方だったり、そういうのもしっかり準備して、明日今日負けた分やり返せるように、はい、向かっていきたいなと思います。